皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポート、ナビゲーターの岡本真理です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。三作母、佐久間、春野、辰山、天竜、そして稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私が直接現地へ赴き、山里のいろいろな魅力をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何がおいしいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて今日は、今回私は前々回に引き続き浜松市北区稲佐町にやってきました。私の目の前には田んぼが広がっています。ちょうど田植えシーズンが終わったようで、稲の緑がとても美しいです。カエルの鳴き声、そして鳥のさえずりが響いています。さて今回も稲佐町北部の静玉地域の活性化を目的に活動されていらっしゃいます NPO 法人ひずるしい静玉の事務局長、広瀬俊也さんにご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は今もう午後6時なんですけど、この時間からどんな情報をご紹介していただけるんでしょうか。はい、夜の時間、6月初旬でといったら何でしょうか。そう、この時期、そしてこの時間、そうですね、ホタル？ホタルとか。はい、正解です。ホタル。今日はですね、はい、稲佐地域の静玉地区というのは、ホタルがかなり有名な地区と知られておりますので、ちょっとホタルの情報ですね、今日お伝えしたらなと思います。実際に今日見られるんでしょうかね。そうですね、もう飛んでますので、はい、時間があれば見られるんじゃないかなと思います。何時ぐらいからが、ホタルピークはですね、だいたい夜8時ぐらいが一番ピークだと言われていますので、もうちょっとですね、待っていただく必要があるんですけれども。わかりました。はい、いやもうこの時期ならではの、はい、本当季節の風物詩という感じだと思います。もう本当に自然のホタルを見られるということなんですよね。はい、何かイベントとかっていうのもあるんですか。はい、地元の女性グループのホタルの会というグループがですね、はい、例年この6月の上旬にホタルの鑑賞イベントをやっておりまして、はい、今年も6月2日ホタル会いに来いというイベントをですね、はい、企画されているので、今日はそちらのですね、はい、ご紹介できればと思います。なるほど、もう明日ですね。はい、そうですね、はい、うん、あ、じゃあそちらの方にもお話伺ってみたいと思います。はい、ということで、明日6月2日土曜日に稲佐運動広場で開催されますイベント、ホタル愛に来い、運営されていらっしゃいますホタルの会代表の岡部ひろこさんにお話を伺っていきます。こんにちは。こんにちは。もう素敵なこちらのオレンジ色の T シャツ後ろにもあるんですよ。本当だ、ホタルの絵が、はい、描かれてますね。明日開催されるイベント、ホタル愛に来い、この愛に来いがもう愛がラブの愛に恋が恋する恋なんで、すごく素敵なネーミングですね。ですよね、うん、みんなどうしてこれをつけたのかって聞かれるんですけど、わ、はい、からないんですよね雑談の中から生まれてきた愛に恋なんで、みんなでつけたんで、うん、すごくいい名前だなと思うんですけど、はい、このイベントはもう開催されてどのくらいになるんですか。今回で6回目になります。はい、どんなことが行われるんですか。今回は稲佐運動広場で、イベント自体はね、夜の5時半からです。地域の、主に地域の方の、出店で食べるものだとか、うん、はい、あとちょっとした雑、
物品、うん、販売とかをしまして、あの地元出身の大道芸人の方がいらっしゃるんですけど、はい、その方にあの30分ぐらいちょっと大道芸を披露していただいたりとか、その後7時から夜の7時からシャトルバスで、あのホタルが見える場所まで連れていくという。あのもう6回目っていうことなんですけど、毎年どんな感じですか？そうですね、毎年あのやるたんびにお客様がこう倍に増えていってしまって、はい、昨年も、うん、1000人の方に来ていただいて、すごい、1日で1日一晩で、はい、もう運営されているのが蛍の会の皆さんということなんですけど、何名ぐらいいらっしゃるんですか？主婦だけで14人で集まって、はいはい、うん、やってます。あとはボランティアの方、地域のボランティアの方にお手伝いしていただいてます。うん、じゃあ大変なこともあるんじゃないですか？いや大変です、本当に。うん、うん、もうそれじゃ あの集まるのもどうしても夜の7時半8時になってしまうんですけど、はい、そこからやります。6月2日明日開催となりますけれども、はい、どんなイベントにしたいですか？ですね、うん、まずは天気がちょっと心配になってるんですけど、す、うん、あとはね、皆さんが本当にそうですね、ホタルを舞う姿を見た時の感動、うん、まあっていう声をだけを楽しみに頑張っているので、皆さんが本当に喜んで、うん、あとは本当に事故のないようにあの運営していきたいと思っています。もう皆さんあのホタルを見た時ってもう本当にわーって自然と、そうなんですよ、子どもたちもキャーみたいな、でも大きい声出しちゃいけないよっていう、うん、そうですね、あともう本当に皆さんが楽しく笑顔で帰っていただければと思ってます。その皆さんの笑顔とかわーキャーっていう声がホタルの会の皆さんのパワーに、そうですね、うん、あのそしてこのこちらにチラシがあるんですけども、ファイナルって書いてあるんですけど、はい、ファイナルっていうのはファイナル？ファイナルっていうことは最後、最後っていうことで、あの結局ちょっと6回目で1000人ということで、ちょっと大きくなってしまって、駐車場の問題も出てきてしまったので、ちょっと1回やめようということで、あのファイナルとさせていただきました。今回はスタッフが全員あの裏方に回って、あの最後のおもてなしをしようということで頑張ってます。なるほど、もうじゃあーって惜しまれつつっていう感じになりそうですけどね。そうですね、うん、明日開催のホタル愛に来い、改めてイベントの時間、あと場所とかアクセス方法を教えていただいてもいいですか？はい、6月2日土曜日、午後、5時半から稲佐運動場広場で開催します。はい、アクセスは新東名の稲佐インターを降りて左に30メートルぐらい、もうすぐなんですね。すぐです、はい、それをまた左に来てくだされば、はい、あのスタッフがあのこの T シャツを着たりとか、はい、あとはあのジャンバーを着たスタッフが待ってますので、うん、よかったら来てください、はい、あの駐車場もありますか？はい、駐車場200台以上あの完備しておりますので、はい、よろしくお願いします。雨の場合だと雨は中止になってしまいます。あの、はい、ホタルが飛ばなかったりとか、あと野外ですので、あの出店の方もあの影響がありますので、はい、何かあの詳しい情報とか分かるか、ホームページというかブログ、ホタルの会のブログがありますので、はい、そこで全部発信してますので、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、ということでホタルの会の代表岡部ひろ子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。では話ちょっと伺っていきます。今回ファイナルということなんですけど、どうですか？なんか例年よりも気合が入ったりとか。いやちょっと寂しい気もしますけどね。でもまあ始まりがあれば終わりもあるのでしょうがないですよね。どんなイベントにしたいですか？そう、あのスタッフ側もお客様も全員が楽しめるようなそんなイベントがいいですね。そうですね、あのよそから来る人たちも地域の人たちにも来ていただいて、最後楽しくあのフィナーレができたらいいかなと思います。ホタル会いに来い。それでは続いて日鶴市静玉事務局長の広瀬俊也さんとホタルの会代表の岡部ひろ子さんにおすすめの情報を教えていただきます。
広瀬さん何ですか？はい、これはですね、僕たちひずしいしずたまと、ホタルの会でですね共同で開発した、ホタルの里のしずたまハーブというですね、地元の、野草から作ったお茶をですねぜひご紹介したいと思っています。はい、よもぎで作られたお茶なんですけど、地元の方が、鉄味で、私たちホタルの会が選別ちょっと加工して、それで内職の方に袋に詰めていただいています。一つ1000円になります。でその横にあるのが、このパッケージのデザインと同じボトルを作ってみました。はい、素敵。このホタルの絵が、このねちょっと探してみるとホタルが所々に輝いてます。これは一つ3200円で販売します。でこちらの方が、今回ファイナルのポスターを書いていただいたそのポスターの絵をちょっと水筒にしてもらいました。ホタル愛に恋のもう思い出として購入していただけたらいいですよ ね、 すね、はい、ぜひ皆さん手に取ってみてください。お願いします。お願いします。午後8時を回って、はい、もうすっかり真っ暗となりました。カエルの鳴き声もすごくするんですけど、広瀬さんにホタルの鑑賞スポットに連れてきてもらいました。はい、どうでしょう、今日見えますかね。そうですね、もうホタル結構飛び始めてるみたいなので、結構よくご覧になれると思います。飛んでいるのがあちこち見えます。あ、本当ですね。はい、あ、光ってます。あ、すごくたくさんいますね。はい、今年も多く見られそうな感じですね。なんかすごく近くにまで飛んできますね。そうですね、結構川の方からもですね、はい、山の方まで結構飛んできたりするので、間近で見ることもできるかもしれません。そっと手を伸ばしたら、この手の中にホタルが入ってきてくれました。いや、すごい、私の手の中で光ってます。こんなこともできちゃうんですね。そうですね。わー、すごい。星の数とまではいかないんですけども、もう見てると至る所でホタルの光が、はい、そうですね、うん、いや、さて今回はロマンチックなホタル、そしてホタルが楽しめるイベント、ホタル愛に恋についてお話を伺いました。ホタル愛に恋は明日6月2日土曜日午後5時30分から稲佐運動広場で開催されます。午後7時からは美しいホタルが楽しめるホタル鑑賞スポットへシャトルバスで行くことができます。ぜひ皆さんロマンチックなホタルを見にお出かけください。浜松山里イキイキレポート。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組。美佐久保、佐久間、春野、辰山、天竜、そして稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何が美味しいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。浜松山里イキイキレポート。この番組は浜松市の提供でお送りしました。